アパラチア産無薬バークシャーヒルズにあるバッシュビッシュ、滝バークシャーヒルズの冬、バークシャー軍はアメリカ合衆国東部のマサチューセッツ州の最西部に位置する軍である。2010年に行われた国勢調査での人口は13万1219人であり、2000年の13万4953人から2.8%減少した。 バークシャー軍の軍政府と軍庁所在地は1998年に廃止された。それまでの軍庁所在地はピッツフィールド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バークシャーヒルズが軍の中央にあり、軍自体がザ・バークシャーと呼ばれることが多い。バークシャー軍となった地域にはモヒカン族インディアンが住んでいた。18世紀初期に、 ヨーロッパ人開拓者たちが入ってくるようになり、農園を作り屋を建て始めた。1724年4月25日、イングランド人がインディアンに460ポンド、リンゴシュンタルラムシュ39オートを払い、現在のバークシャー軍を手に入れた。この取引には、現在のシェフィールド、ストックブリッジ、リッチモンド、レノックスの町が入っていなかったが、その後様々な機会に、 イングランド人の領土に変えられていった。バークシャー軍は1760年までハンプシャー軍に含まれていたが、この年に分離設立された。19世紀、軍内の多くの町は、国内の上層階級が、コテージと呼ぶ家を建設して人気が出た。20世紀に入ると、所得税の導入、第一次世界大戦、世界恐慌と続いて、金ピカ時代が終わりを告げた。 20世紀の間に、コテージのいくつかは朽ち果てるか燃えるかしたが、学校、歴史史跡、的、あるいはベッドブレックファストの宿屋として生き残ったものもあった。今日のバークシャー郡は、ボストン公共楽団の夏の家として、東海岸や国内に知られている。タングルウッド音楽祭や、ノーマン・ロックウェル美術館、マスモカ、ハンコック・シェイカー・ビレッジ等が知られる。 バークシャー軍は軍政府を廃止し、歴史上の地域としてのみ存在する州内8軍の一つである。元の軍政府の機能は2000年に州機関に引き継がれた。保安官など特別の任務を持った役職者は地元の選挙で選ばれ、軍内で任務を遂行しているが、軍政委員会などの組織はない。しかし、自治体はサービスを共有するために、 独自の地域協定を結ぶことが認められている。軍内にある町は、バークシャー地域企画委員会と呼ばれる地域協定を結成してきた。軍内には土地所有検討基地区が3つある。バークシャー軍は、州西部の大半を構成する、主に田園部のアメリカ合衆国会議員、マサチューセッツ州第一選挙区内にある。マサチューセッツ州議会は、ジェネラルコートと呼ばれる。 この名称は植民地時代のものを引き継いだものである。当時はジェネラルコートが司法も担当していた。1780年にマサチューセッツ州憲法が採択されるまでグレートジェネラルコートと呼ばれていたが憲法起草者のジョン・アダムズが公式名を短縮し共和制の単純さを表現するものにした。憲法によって両院制が採用された。上院は40名。 会員は160名が定数である。バークシャー軍には会議員を選ぶ4つの選挙区がある。マサチューセッツ州上院議員では第1選挙区に入っている。この国はバークシャー軍全軍とハンプシャー軍及びフランクリン軍の一部が含まれている。マサチューセッツ州知事委員会、別名行政委員会は地区から選ばれた8人の委員と副知事で構成されている。 委員の任期は2年間である。バークシャー軍は第8地区に属している。この委員会は、集会議事堂の州知事室隣にある会議室で、毎週水曜日の午後に開催され、州財政からの支出、刑法犯の恩赦と減刑、知事任命職の承認を行う。過去2回のアメリカ合衆国大統領選挙で、バークシャー軍は、サフォーク軍に次いで民主党支持率が、 第2位になった。サフォーク軍は、ボストン市がある軍である。2004年では、マサチューセッツ州出身の民主党候補ジョン・ケリーが、共和党現職大統領のジョージ・ W ・ブッシュに、対して47.4%の大座をつけて、軍を制し、州全体でも25.2%の差をつけた。2008年では、民主党、バラク・オーバマが共和党を、 ジョン・マケインに対して52.4%の差で、軍を制し、州全体でも25.8%の差をつけた。さらに2012年では、オーバーマが53.6%と差を広げた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は946.27平方マイルであり、このうち陸地931.32平方マイル。 水域は14.95平方マイルで、水域率は1.58%である。軍内最高地点は、州内の最高地点でもある、グレーロック山であり、標高は3492フィートである。バークシャー軍は3つの州と境を接しており、このような軍は他に、ブースター軍があるだけである。この両軍は、マサチューセッツ州の北宗教と、 南宗教の双方に接している。軍内を南北に走る山脈が二つあり、東部のバークシャーアヒルズに属するフーサック山地と西部のタコニック山地である。これらの山地はその美しさを誇り、軍の性格を作り上げている。低地の暑熱を逃れる観光客や夏の住人を引きつけている。南西部境界にあるニューヨーク州。 ダッチェス群との宗教はほんの半マイルほどある。この場所はタコニック州立公園に入る森林地域であり、ダッチェス群とをつなぐ道路はない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。村は町の中に挙げているが、町とは別の法人化された存在ではない。ありがとうございます。